師匠、師匠、うちのクレープが全然売れないんです。どうすればいいですか。ほう、それで今人気急上昇中のうちの店に泣きついてきたってわけか。いや、そういうわけじゃないんですけど、うん、そういうわけでは、いや、そういうことだ。じゃあいい、俺が教えてやる。まずは材料集めだ。いざマナルタイ。寒そうだな。はい、北海道の雪の中はな、材料の宝庫だ。まずはここを掘ってみるわい。はい。あれ、ちょっとちょっと聞いてない、それ聞いてない寒いってば。出てきました。おなんか、お金が、埋蔵金が。はぁ、これはオライ没収だ。いや、師匠、なんかここ濡れてますけど。毎回さっかってやったけど、ダメ。入れます。いいよ。弟子 B 落ちた。1個 100g だから、あ、でもこれで8枚から10枚できる。打ってよ。牛乳は待て、混ぜるぞ。全自動泡立て器ミックスだ。これで、おおおおおこれを師匠、俺は被害者だ。俺だって被害者だよ。うん、ちょっとガードよろしく。ほら師匠、ちゃんと器具だな、やば。あ、いえ器具だ、まだまた濡れてますよ、さっき。これは卵だ、これは卵だ。よだれですか、師匠、それ。卵だ。入れますよ。はい、どうぞ。はい、いいね。まだ牛乳入れますか。うん、2回から3回だから、まああと1回ぐらい行ってもいいかな。なんかさ、あ、いやいや、やりすぎだって。あっバカ師匠に会えて本当に良かった。いいから、油持ってこい。あ、はい大さじ1だって、 15ml。 スプーン1杯分って考えたら目分量でいけますね、師匠。いくよ。うん、入れすぎ。そう、入れすぎではないですよね。バカだ、バカだ。油を薄く引きます。ストップってしてくださいね。そんぐらい自分で考えろ。で、これをどれぐらい入れるんですかね。そんなにいるんだ、師匠。あ、それしか入れないの。うっさいな。そんなに取り入れるの。うっさい。薄すぎても多分すごい難しいと思う。じゃあやれ。いや、師匠、やれ。お手本見せてください。いいから、冷めちゃうから。まず見せて、見せてみよ、お前たちの作り方をよ。お前がやれ。分かった。文句言いない、その代わり。あ、もう行くよ。シールない、どうなってもシールない。行け。いや、これでいい。こんなもんか。うん、これでいい。どうどう。あ、でもいいんじゃない。で、いいんじゃない。誰、いいんじゃない。誰ですか。うっせえな。で、ひっくり返すんだろ。え、これひっくり返すっけ、これって。もうこの書いてあるでしょ、それって。いけ、動け。スクランブルエッグみたいになって。これ動いてくれたら勝ち。あ、来た来た来た。これで引き出します。いけ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 。ちょっと待って、ポップコーンみたいな飛んでるけど。やあ、レシピが不安なんだよな。落とすね、絶対落とすね。いや、そうそうそう、いや、油がね、油がね、あのね、油がね、油がすごいの。クレープの生地が完成しました。はい、じゃあこの生地が完成したので、文字付けをしていきます。文字付け。はい、これを、はい、どうからの巻きます。お、あ、やったー、完成しました。これが直伝クレープいちご味や。キャラ設定もうブレブレじゃん、もう。さあ、いいよ、食べて。いや、いいよ、どうぞ。いや、意味ないじゃん。そしたらあります。あ、これがこの、あ、売れる秘訣の味かって。いただきます。まあ、でも、あ、でも、うまいと思うよ。うん、うんうんうん、すっごいうまい。いや、うまいうまい。どっちか食ってみる。俺食うわ、じゃあ。なんでそれ。やだやだ、食えよ。やだ。いただきます。全部いや、うめえじゃないって。
や、いらないいらないいらない、なんで俺に渡すなんで俺に渡すのよ、お前。弟子入りして損しました。月下泥棒キモメガネ、キモメガネ楽しい歌。いや、口調しただけ、口調しただけ。え、締めようとしてんの。え、締まってねえから。なんで締まってないの。締まってないよ、無理やりオチ作った人今。え、完璧なオチじゃない今。キモメガネオチないの。ご家庭でも簡単にね、こういうクレープができるので、ぜひ皆さん見て作ってみてください。それでは次の動画でバイバーイ。サンバー。